はい、一番初めは嬉しかったっていう感想がまず一つと、まあ、特に今年は「ティガ25周年」プラス「ウルトラマン」生誕55周年っていって、まあ、作品的にも大きな節目になる年なんですね。まあ、なので嬉しかったっていうのと、それ以上にやはりプレッシャーが大きかったですね。なんかやはりそのウルトラマンのメイン監督やったことあるんですけども、またそれとは違ったプレッシャー、まあ、周年記念っていうのもあって。プラスやはりウルトラマンティガで特別じゃないですか。特別にやっぱりその人気もある作品ですし、その25周年をね、こうやっぱりこう飾る作品になるってところで、まあ、そういう面で言うとものすごいプレッシャーは大きかったですね。はい、っていうか世界観は一緒に作っていったんですよ。僕がオファーいただいた時にはウルトラマンティガに関連した作品にしたいっていうところしかなくて。本当にもうゼロ発信で僕も一緒に加わっていきながら、全部作っていったんですね。今回に関してはどういう形でティガの要素を足していきながらというか、組んでいきながら作品を作っていくかってところが一番やっぱ苦労しましたね。なんか僕が6兄弟を見た時に見た子供の時の印象と、大人になってから受けたティガの印象というのと、その時ティガを子供の時に見た方々の印象ってやっぱ違うと思うんですよ。で、今実際そのスタッフとかでみんな新しいスタッフたちが結構みんなティガ世代が多くて、で去年ウルトラマン Z をやった時にそのティガの要素を少しこう使ったことがあったんですけども、その時にやはりそのスタッフにヒアリングとかしていきながら、子どもの頃を見た時にどう思ったのって話を結構ヒアリングをしたんですよね。でいろいろとこう僕の本を勉強させていただいたりとかしながら、やはりそのやっぱり現その当時の子供の印象は強いじゃないですか。だから僕もやっぱりその今当時の6兄弟に関しての印象はすごい強いので、今作品撮る時でもその時の僕の印象が結構生きてる時もあるんですよ。だからそういう面を含めてヒアリングとかしていきながら、やはりそのティガっていうものが当時の子供たちや社会に与えた印象はすごい大きいなってことは重々自覚したんですけども、さらにそれを感じたんですね、僕の中で。で今回の作品でそのティガっていうある程度もう本当に完成された作品の中に何かを付け足したりとか補足したりする打足になってしまうっていうのがすごい感じていて、で今回作品をやる時にティガのリメイクではなくて、ティガのリブートでもなくて、ティガの続編でもなくて、どうすれば一番いいのかっていうのがすごい大きな悩みだったんですよ。でその中で、まあ、僕たちのチームが生み出した答えというのが、まあ、サブタイトルにもある「ニュージェネーションティガ」ってありますけども、そのティガが放送された当時に子どもが受けたインパクト、社会に与えたインパクトを今の時代に再現できないかっていうところのアプローチなんですね。だからそのティガの要素から借りてきながらティガの要素を踏まえてますけども、それをあえてリブートリメイクっていう言葉で軽く言えるような作品ではないので、そうではなくてそのティガが与えたインパクトを今の時代に再現して今の子供たちに与えたいっていう思いからのティガのを背負っているっていうことなんです。だからなかなか結構その今多分ファンの方々とかは続編なのかな、リブートなのか何かなと思ってるかもしれないですけども、まあ大きな意味で言うとティガがあった社会現象を再現させるっていう意気込みでのティガのその意思を受け継いでるっていう作品になるといいなっていうのが大きな思いですね。それは本当運命です。別にアイドルグループをから選ぼうと思ったわけじゃなくて、本当にオーディションをやった中で、その中でいろんな方々を見ていくうちに、本当にそのライガーの、パーソナリティというか人柄にすごい惹かれて、やっぱり光ってましたね、そのいろんな見た中で。で彼が持つその明るさというか、作品のテーマとしてこうみんなを笑顔にしたいっていうのが、まあ、ケンゴも掲げてるし作品のテーマとしてあるんですけども、やはりこの今、ね、厳しい状況が日本だけじゃなくて世界各地でもある中で、この作品を見て少しでも幸せな気持ちになったりとか笑顔になってほしいなって思いがあったので、その作品を背負える笑顔は誰かって見た時に、その彼のさもう本当にパフォーマンスを見た時にもう彼しかいないって思えるぐらい、まあ、彼の明るさとか笑顔とかっていうのはすごい惹かれるものがありましたね。でしかも猿がアイドルグループだったっていうのは、そこは本当にもう運命のいたずらというか、なんというか、あ、すごいじゃんみたいな びっくりしました。はい、その今回の、まあ、ルックに関してはデザインもそうですし、造形部分からものすごいこだわっていて、お気づきになったか分からないですけども、だいぶ小顔なんですよ、トリガーは。で今までのウルトラマン史上一番小顔なんですね。でスタイルも含めてですけども、今回はそこは本当にこだわっていて、
要はまあいろいろとこう時代が進む中でコスチュームアップデートされていく中で、ただアップデートする中でも例えばアメコミヒーローを見てみるとスーパーマンとか昔のイメージを保ちつつ今風にアップデートされていったりとか、そういうのがなされてるじゃないですか。でウルトラマンでもそういうことができないかっていうのをまあ前から感じていて、で以前ウルトラマンゼロやった時にあの腹筋が割れてるウルトラマンだったんですね。で逆にそういう 今の技術でスーツ造形の技術がこう発達していく中で、まあ、今回 そのトリガーに関しては小顔にしてスタイルを良くして、しかも小顔プラス筋肉描写っていうのをうまくどう取り入れて美しいボディラインを作っていくかっていうのをすごいこだわったんですよ。やっぱ一番は最近のタイプチェンジっていうのは過去のウルトラマンの力を借りたりとか、過去のウルトラマンの力を使ってその過去のウルトラマンの要素を加えた上でのタイプチェンジだったんですね。でも今回のトリガーは、そのティガの頃に戻って過去のウルトラマンの力ではなくその神秘の力の中でパワータイプになったりスカイタイプになったりというところで、あの過去のウルトラマン要素抜きのパワーあのタイプチェンジなんですよ。まあ、なのでその各3タイプの違いがそれぞれはっきり分かれて各キャラがそれぞれ際立つようにどうすればいいかというところにこだわって、その描写をしているので、マルチのアクションの仕方とかパワーの仕方とか、それからスカイもそうですけども、それがその当時テイガーを見た時に受けたような、あこうなるんだっていうのが、うまく再現できればいいなってところはチャレンジしてますね。可能性はもちろんあると思いますそれがだからその明確に誰がいつっていうのは言えないですけども、サクルトラマンの客演会っていうのはすごい盛り上がる会でしたし、やはりその今のニュージェネレーションもそういう形での共演っていうのは続けているので、あと僕がもう一つやってるギャラクシーファイトっていう予選ではいろんなウルトラマンが入り乱れながら戦ってたりとかするんで、今逆に今の子どもたちにはそれもウルトラマンの魅力の一つっていうのが浸透していると思うんですよね。なので今回トリガーに関してもトリガーの作品の中での違和感がないというか設定上可能な範囲のところを考えつつも、そういう共演話っていうのも今後出てくるかもしれませんですね、今はこう日本を含めて世界が大変な状況でありますけども、今回ウルトラマントリガーにはみんなを笑顔にしたいというテーマ性を含めて作っているところもあります。ウルトラマントリガーを見て少しでも皆さんの気持ちが明るくなって笑顔になれるように、スタッフキャスト一同頑張って日々やっておりますので、ぜひ楽しみに見てください。よろしくお願いします。